こんにちは、シュラコアです。突然ですが、脱走対策に困ったことはありませんか？むしってもすぐに草が生える、お手軽に庭の手入れをしたい、自分で DIY をして楽しみたい、そんなあなたに同胞です。包装シートと保石タイル、ズイーダが一体化になった商品をご紹介します。こちらの商品はタイルの周りに砂利を置くだけで簡単に雑草対策とお庭作りができます。タイルのサイズは全部で3種類あります。300画はシリーズの中で一番小さいサイズです。重さは1枚あたり約 3.5kg あります。コンパクトな300画は小さいスペースの採用におすすめです。幅 600mm、 長さは 300mm あります。重さは1枚あたり約 7kg です。 600×300 は幅が 600mm と広いので、飛び石で使ってもおしゃれに仕上がります。600柵はサイズが一番大きく、敷くだけでガラリと雰囲気を変えることができます。また広範囲をカバーできるので、1平米あたりの費用は安く済みます。1枚あたり 14.2kg もあるので、なかなか持ち上がりません。サイズが大きいので施工時間短縮もできます。タイルの厚さは 18mm、 十分な強度と厚みがあります。タイルが日光を遮断するので雑草対策に効果的です。また防草シートが付いているので、タイル周りの雑草対策もできます。細かいグリップ加工が施されており、滑りにくいのは特徴です。天然石の自然な雰囲気を出すため、同じカラーでもタイルの模様によって大きな差があります。透水ポリエステルを使用しているため、耐久性が高く劣化しにくいのが特徴です。薄いのに高密度で強度があり、ハサミやカッターで切ってもほつれません。高い遮光効果で雑草が育つのを抑えます。また通気性、透水性も抜群なので、木に影響を与えません。タイルの 0.5 から 1 センチほど内側に防草シートが貼ってあります。各サイズの防草シートの長さはご覧の通りになります。タイルを置く前にいらない小石や草を取り除いて地面を平らにしましょう。防草シートを少し重ねながら設置すると、綺麗に並ぶことができます。防草シートの間に好みの砂利を積んでいくと、じゃじゃーん、こんな感じに仕上がります。綺麗ですよね。砂利によってイメージがだいぶ変わるので、いろいろ試してみてください。別売りの保石スペーサーを使うと綺麗に水幅が揃います。両手で折ることもできるので、角と施工におすすめです。カラーは全部で3色あります。明るいグレーのいい色域は自然な色合いで、どんな組み合わせでも馴染みやすいです。黄色みのあるいい02は置くだけで庭を明るい雰囲気にしてくれます。濃いグレーのいい04は全体を引き締めた印象を与えてくれます。面倒な草むしりから解放されたい、せっかくならおしゃれな庭にしたい、好みなサイズ、好みなカラー、好みな場所で、あなただけの雑草対策とお庭作りを楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございます。いいなぁと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。